はい、おはようございます。サンドイッチがね、ちょっとこれ昨日のが余ってたんで、これを仕立て直しして食べちゃえということでね。今日は昨日は十分いろんなものを食ってるんで大丈夫なんですけどね、これでちょっと粉チーズなんかも使っちゃうといいかなって感じします。じゃじゃじゃん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 、ほらこれあれですね、さっき鶏ガラをみんな取って、これしか残っておりません。いやー、美味しいね、鶏ってね。びっくりした。一匹丸ごとって、前は買うと売ってるとこあったんだけどね。今ないんだよね。大変残念ですね。下で直しは基本的に卵でくるむというのが、一つの技ですね。技だぞ、技。で、今日は、ちょっと小ぶりな卵なんで、卵を小ぶりな時は2個使っちゃいましょう。よいしょ。1個、2個だね。で、サンドイッチは、これも、卵サンドじゃなかったかな、ハムかな。まあ、どちらでも一緒です。1日過ぎちゃうとね、もうこれ冷たくなっちゃうんで。こういう風に3つぐらいに切っちゃいましょうかね。もうハムだね、うまそうだね。うまそうじゃんの。こっちは十分熱くなったところで一回火を止めてあげましょう。油がたっぷりだね。油たっぷり。テリテリとね、フラーでしましょうね。はい、じゃあこれからいきます。ただの卵、プレーンなオムレツを願います。最初ね、あんまり多いと気持ち悪いんで、すごく弱いんでね、こんなでいいですね。そこは固まるけど、上は固まらないって言われますね。ね。せっかくなんで、チーズを振っちゃいますよね。こっち側にこう置いていきましょう。1、2、3、ね。はい。はい。ゆっくりと固まっていきますね。ゆっくりとかで、これ大事なのはひっくり返すこっち側ね、手の側、手右手の側ね、僕右利きだからね、こっちにこうやって置いておくとね。それでよいしょ、あ失敗しちゃって、よくここがあれでしたね。あ失敗した失敗した、まあこれでいいや、ほらできましたね。なんとサンドイッチの、なんて言うんだっけこれ、こうやって来るものなんですか、フレンチトーストですね。フレンチサンドイッチ、トーストサンドイッチ中にチーズが入ってるからね、ちょっと旨味が出ますよね。それで乾燥したパンがこの卵の温度でね、こう温度が入っていきます。ちょっとここね、失敗したね、ここら辺ね。でもまあいいですわね、うまそうじゃろ、うまいよ。でちょっとプレスしてあげましょう。まあ、何でもかんでも卵でくるめばいいってわけじゃないんだけど、焼きそばとか焼きうどんもこれでやるよね。そうするとちょっと美味しくなりますよね。それただ弱火でね、じっくりやんないと中まで卵が熱が入らないからね。そうなってないとね、ちょっと美味しくないです。で、ここに今卵が出てきたでしょ。だから生なのね。
シナモン振ったりね、いろんなことするけど、まあこれでいいでしょう。サンドイッチだからね。で、切っちゃって。立ててやるとね。断面がね、じっくりと焼けていけるよね。卵焼きプレーンオムレツも僕はあの中生が嫌な時はこうやってね、やっていきます。ちょっと面白いですね、今日は。ということで、今日はちょっとだけ炭水化物食べちゃうかな。もう半分作ってもいいかもね。やってみようか。焼きサンドみたいなね。これそもそも焼きサンドだからね、焼くわけがないんだね。普通のサンドイッチだったら焼いてもいいんだけど、こうやってまた切断面を焼いてやろうか。昨日の朝作ったサンドイッチが美味しく食べられますね。ハムとチーズのサンドイッチだね。だからこれまた美味しいよね。ということで今日も一日頑張るぞ。おう。